代表チーム42の高岡薫です。よろしくお願いします。はい、というわけで今日もショールームをやっていきます。はい今日は平日1日目ということで皆さんお疲れ様でした。お疲れ様です。はいまあね、ちょっと今本当に寒くてちょっと暖房入れたばっかりなんですけど、寒いね、マジで寒い。うん、寒い。あと本当に今日お腹空いたのよ。ルンバちゃんもお疲れ様でした。ありがとうございます。嬉しい。あ、みんなこんばんは、元気ですか？はい、というわけですけども、何がというわけでなんだっていう話ではあるんですけども疲れ様です。どうもありがとうございます。こんばんは、やっほー。はい、というわけで平日1日目のショールーム配信ですけども、そうです、なんかそっか、今日なのか、今日から何かエイトリオの方でなんかショールーム企画の配信があるみたいで、多分今日はそのエイトリオの3人とももちゃんが出てるのかなって感じなんですけど、そう、ね、すごいですね、ほんと。はい、まあ私はねすごいのんびり配信していくわけなんですけど、うんうんうん、一瞬喉が変な感じになった。はい、というわけでね、今日は何をしようかなって考えた結果、今日はお絵かき配信をしたいと思いますと思ったんですけど、消しゴムあるかな、ここ私の命の消しゴムがじゃないと困る。消しゴム、消しゴム、ここないっけ、どうだったっけ、よいしょ。今消しゴムがないか見るってどういうことって話なんですけど、あ、そっか、消しゴム違うとこにやっちゃったかな。はい、今日はお絵かき配信をしていきます。ちょっと消しゴムがなさげで、ちょっともうピンチなんですけど、早くも。はい、久しぶりに、久しぶりじゃない、ちょっとお絵かき配信ね、久しぶりですよね。このページめちゃめちゃ書いてるわ。はい、ということで、まあお絵かき配信はだいたいそのファンの方、なんだ、消しゴム何に使うの、間違えた時に消すのに使うんですよ。私は消しゴムがないと絵は描けないので、そう、絵が描けないというか進まない。鉛筆はもちろん必要なんですけど、同時に消しゴムも必要になってくるんですよ。私はクリスマス近いから、クリスマスにちなんだよお願いします。なるほど、それはいいですね。クリスマスにちなんだよか、なあ、どんなんがいいんですかね、そういうの時って。消しゴムなくてちょっと焦ってる、高く変わる。どっかにあったっけな消しゴム、みんな消しゴム誰か貸してください誰か消しゴム貸してくれる方募集します。クリスマスにちなんだ絵か、なんかどんな感じがいいんですかね、難しいんだけど。
手冷た自分の手の冷たさにびっくりした。このシンデレラのシャーペンについてるやつとかでもいいんですけど、可愛いですよね。シンデレラ全然見えないぼやきすぎて全く見えないんだけど。やべえ、消しゴム絶対あると思ったのにな。そう、おバカだね私は。クリスマスにちなんだ。クリスマスか、雪だるましか描けない。クリスマス関係ないけどね。ちょっと線引いていいですか。なんかちょっとこの企画外でもう私がマジ自由に描いてる絵があるから、ちょっと一応線だけ引いとこう。あ、残業頑張ってる、お疲れ様です。そう、なんかどんな感じの絵がいいですか。私そう、ちょ最近またあんま絵描いてなくて、ちょっとまた久しぶりに描くからさ、ちょっとねどうすればいいか分かんないんだよね。どうすればいい、消しゴム欲しい。まあでも私もなんかさ、やっぱ高校生の頃に比べるとさ、まあ、シャーペン持つ機会も減りましたよね。すげえリハビリでめっちゃ適当に書いてるけど、あれだな、ちょっとだいぶやばいわ。はい、消しゴム、ちょ本格的に消しゴム探します。消しゴムがないとねやってられねえんだこっちも。いや別にないことはないんだけどさ、消しゴムなんて言うんでしょうね、なんか皮あった、これ使うか。友達からもらったスパイダーマンの消しゴムありました。消しゴムやっぱ一発で見つかるもんですね。よいしょ、あこちら友達からもらったスパイダーマンの角消し、もう使ってるんで使ってる形跡あるんで、もうもう何も惜しむことはない何も惜しむことはありません。クリスマスっぽい絵ね、難しいな。クリスマスっぽい絵か、なんか色塗りとかもねできたら最高なんですけど色塗りもできたら最高なんですけどつって、そうだな、どんなん描こうかな。私なんか結構キャラ単体とかしか描かないからさ、最近だとね。そうだからなかなかね、そのなんかプレゼント交換とかする絵が描けたらね、そりゃもう一番いいんですけど、はあ、でもねってなんか難しいよねリハビリしないとやっていけないぜ。ちょっと下げますね、じゃあペペペペペって。ね、やっぱ画角下げないとさ、頭しか映らないから、頭しか映らないから、もうこの時点でもねだいぶあれなんですけど、そうだな、うーん難しい。ちょっとリハビリで絵描かせて、ていうかシャーペンで描いてるわ。そうなんかね、あんまりさ最近なんか創作っていうか、なんか最近ハンティンキャラしか描いてないからさ、逆に自分の目でかくね、この子創作が思うように描けないんですよね。いや取れない、あ、しよしよしよし、はい、クリスマスっぽい絵もなかなかあれなんですけどね。でも今日はじゃあクリスマスっぽい絵をテーマに何かしら描いていきたいと思います。
なんかだいぶ前にさハロウィンのイラスト描いたじゃん。ちょっとあれもう一回見よう。ちょっとあたいのタブレットちゃんも 14% しかないやん充電。まあまあピンチ。ああこんな感じか。はいはい。そうですね、ひとまずなんか登場人物を先に書いておきたい。あのあでもこんなんでいいでしょう。はい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 。久しぶり、お絵かき久しぶりだわ。ちょっと本当にそうなんかね、なんかいろいろ描いてみた絵はさあるんですけど、それをねなんかなかなか描こうと思うとね難しいっていうことはよくあるんですよ。そう目でかくねこの子さっきも言った、あんまりね目大きすぎることよくあるんですけど、あんまりねなんか目大きいのも可愛いんだけど、あんまり大きくしたくないなっていうのはあるんですよね。まあ結局大きくなっちゃうんだけどさ。なんかめっちゃ久しぶりに絵描くわほんま。口が変だな。とりあえず久しぶりにあの絵を描いてるっていうか、なんて言うんだろう、難しいな。とりあえずリハビリしてます今。どうしてもねなんか絵描く配信になるとさなかなか喋るのも、あ可愛いじゃん、難しいんですけど、この子どうだろう。あこんな感じがいいな。でもこの子そうだな、うん可愛い。でもそうだな、あんまりそうしてもあれだから、あ、そうだ、テロップ書き直さなくちゃそうだな、まあでも無難にサンタさんの格好でいいかしら。サンタさんの格好ってどんな格好そうだな消しゴムの消しゴムの消し方よ。はい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 。難しい。はい、なんかねこういう時って何喋ればいいのか全然わからないからあれなんですけど、まあでもそうですね、まあはい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 。あゆず湯にも入ってる人いる、早いいね。でもうちもそんなねなんか入ることってないんですよね。そうさーてじゃあどうしようかな。
クリスマスっぽい絵ね。はいはいはい、もうちょっとこの子の練習しよう。そうだね、本当にこういう時って何話せばいいのかがよくわからないんですけどなんかこの絵描く時のなんか話してほしいこととかあったら教えてください。なんか難しいな。 絵に関してじゃなくても全然いい。あ、この角度かわいいじゃん。はい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 、いや目に刺さった普通に。あ、カチューシャとかした方が絶対可愛い気がするこの子。はい、そうですね。そう、なんかね、私もついつい集中しちゃうからさ、まあ、別に無理して話すこともないんだろうけど、なかなかね、なんかあんま喋らないのも困りもんですよねって感じだからさ。そう、って思って、そうですね。そうだな、お絵描きね。まあでも本当にマジで、マジでやっぱ中高が一番、中高、やっぱ中学生の頃が一番描いたなとは本当に思ってるかな。な、そう、マジで中学生の頃は本当に毎日絵描いてて、まあ、本当にそう、すごい。そう、本当にね、むずい。あー、でもそっか、もうちょっとこれはあれだったもんな。ちょっとなかなか結構自分にさえ分かればいい独り言なので、これってなかなか、あ、ミスった。久しぶりにこっち側描くからな、ちょっと大変だわ。そう、なんかほんとね、とりあえずなんか独り言喋っておきたい気分ではあるから。はい、そうだな。いや、でもここはあえてあっちの方が、うわー、どうしよう、難しいな。そうだな、なかなかこっち側最近書いてないからね、難しい。やっぱこっち側だな、書くとしたら。やっぱ慣れない方向で描くのってね、いいことないんだよね練習の時はいいんだけどさ、
やっぱこういう練習じゃない時ってむず、うん、さっきから女の子しか書いてない、何も進んでないマジ何も進んでない。そうでも本当にマジ小さい頃は本当にがむしゃらに、もう小さい頃っていうか中学とか、まあ、小さい頃もあって、ま、間違ってはないんですけど、本当にがむしゃらに女の子しか書いてなかった、ね、逆に女の子しか書けなかったからさ。そうはい、途中経過をまだ何も進んでないごめんなさい、本当に途中経過も何もないんだよね。ちょっと絵柄が迷子すぎて、ちょまだスタート地点にも立ててない。そうあれまだスタート地点にも立ててないので、ちょっともうちょっと練ります。そうだなあ、それも可愛いな。いやでもどうしよっかな、そう、え、なんか今はちょっとあの思いっきりあの今回の配信に関係ないものが映るからあれなんですけど、ちょっとまだやめとくわ。構成も考えれてない。今ちょっといいの思い浮かんだぐらいですね。でもどうしよっかな、うーん、あ、それいいけどさ、私に描けるかなその絵そう、ちょっとやってみるか。じゃあいや、でも無理っすね諦めが早すぎる。もうちょっと待って、ちょっと今挑戦してる。いやー無理っすね。あでもいやーちょっとやっぱりやめといとこう、これはやめとこう。どうしよっかな。いやすごいクリスマスっぽい感じ、どんな感じがいいかな。なるほど、その手もあったな。それでいこうか、ちょっと頑張ろう。いやでも結局いつもと同じ。いやまあしょうがないしょうがない。うわ待って、どんな風に私書いてたっけ、ちょっとね分かんなくなりますね普通にあでもそっか、無理にそうする必要ないんだ。じゃあうん、いやでもさ、そうじゃなくてもいいよね。うんね、そうだな、やっぱこっちの方が書きやすいっしょ。うん、うん、私もこっちの方が書きやすいと思う一人作戦会議。はい、あでもこうだから、まあでもまあまあいいだろういいだろう。あでもちょっと待って、はいはいはい、 OKOK、
そう、本当にね、なんかお絵かきマジで楽しいんですけど、なかなかうまく描けないっていうのがあるからさ。目でかくね、この子今日何回目あ、でもたまにはそんな日もあっていいでしょ。今日だけで今日だけでさ、目でかくないこの子って何回言った？私自分でもびっくりする。あー、それがいい。うん、絶対それがいい。あ、めっちゃいいじゃん、最高かよあ、でもちょっと前髪、それはちょっといただけない。そんなに長くしたくないんだ。そう、あ、ちょっとそれでいいのか。よしよし。いや、まあいそうっちゃいそうではあるけどさね、そうですね、今ちょっと頑張って書いてる。いや、でもそれもいいんだけどさ。でもまあまあまあ、はい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 、よいしょ。だからこうだとこうなるよね。なんか私っぽくない絵柄だな今回は。そう、本当に最近自分の絵柄マジ迷子だからさ本当に迷子すぎて迷子何迷子すぎて迷子って、もう日本語に慣れてないマジで。で、そうだな、服装だよね。うわ、それも可愛いけど私にそれは描けないんだよね多分そう、あ、でもやってみるか。ちょっと待って、ちょっとあれだよね、ずれてるね。もう私はね、その絵が上手というよりは、あの、こういう絵描き配信はただ私が絵が上手くなるかならないかよくわからないけど、とりあえず描いて、まあ上手くなるよう頑張るっていう配信なんでそうそう、絵柄迷子って割と困るんだよね。そう、結構絵柄迷子絵柄迷子うるさいな私今日自分でもびっくりする。そう、本当にさ、マジで、マジ最近は半券キャラしか描いてなくて、
自分の絵を全く描かなかったから絵柄が本当に迷子なんですよ。自分でもびっくりするほどの迷子。でもそうだよね、あんまりそういう感じでも、うん、むずっ。そうだな、そう、今はちょっと服装考えてる。そうですねいや服装は今めちゃめちゃ考えてて頑張って。あーでもどうがいいんだろうな。あ、でもそれかわいいかな。いい気がする。だからそうだな、あーもう手が本当にむずい。まあでも割とうまく描いてた気がするけど。はい。んーでどうしよっかな。こんなザクザク書きで書いても後で困るの私なんだよなそう、結構このザクザク書きってデジタルに移行するのむずくてさ。はい、こんな感じかな。んでそうだな、いやでもそれはあんまり、あでもどうなんだろう。はい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 、そうだな、だったらポーズはこっちの方がいい気がする。あ間違えた、反対だった大体そう、やっぱなんかやっぱ一人で考える時ってどうしてもこうなっちゃう。そうなかなかね、やっぱね作戦、一人で会議はします、本当に自分でね。あでもそっか、これはここはそんなだもんなね。でもそうだね、そんなにないからやっぱここら辺だよね。まあいいだろう妥協も大事よ。なかなかね、あのあーでもそれどうしようかな、むず、この題材むずいなそう、でもこうだからこの方がいいな。そうだね。
ちょクリスマス感とはちょっと程遠い絵になりそうで今めっちゃ怖いんだけど。はい。そうだな、でもまあこうだとしてもここだよね、はい、はいはいはい。で、いやでもそれは行き過ぎ。あーでもそれだとあれか、難しいな、どうしようかな。ちょっと調べますね。やっぱこういう時はね、絵を見るのが一番ですよ。はい、むずイラストでないっすかそれ。なるほどね、むずい。やっぱりね、ある程度さ、絵ってさ、上手い人の見ないとね、無理なんすよ。やってきね。そう。あー、かわいい。みんなかわいい。なるほど。まあ、これを見てね、私が描けるかと言われると、いや、全然なんですけど。そう。そうだ、でもそれだったら難しい。確かにむずいしか言ってないんですよね今。いやでもそれはありえないな、難しいな。難しいしか言ってない。でもそれだとちょっと変になるから、ちょっと今回はじゃあ違うポーズでやってみよう。うん、妥協も大事。私はよく妥協をするので、妥協しかしないので基本的に。それもそれで問題ですけど、やっぱね、妥協って大事なんですよ。やっぱ書けないものって書けないんだよね。悲しくなってきたわ自分で言ってて。そうだな、やっぱドレスとかもさ、描けるようになるにはやっぱ本物のドレス見たいよね。わかる、独り言。そう、やっぱあんまさ、その本物マジモンのドレスをそんなに見ることないからさ、なかなかね、描けないっすよね。まあそれでも描くんですけど、私はあとは、そうだなぁ、あとでも足すとしたらなんだろう、これだけじゃちょっと要素、その要素なさすぎんごだから、
いやでも待てよ、あえてさ、あーそれもいいね。うわーでも難しいな。それもいいんだけど、ていうか絵柄が迷子だな絵柄が迷子なのがすごく気になる人。ちょっと待ってよ、ちょっと輪郭の微調整したい。ここに来て輪郭の微調整に入る人。ああそうだね、これの方がいいね。やっぱ輪郭ってそんな綺麗に描けないよね。いやちょっと今ここはいいや。でこうで、ここだね。はい、ビンゴで、あなたはここからピヨンと、はい、オッケー。で、あとどうしようかな。これもさ、そうだな、難しいな、本当に難しいしか言わない。会議も盛り上がってまいりました確かに。そう、いやでもさ、そこはさ、もうちょっとあれの方がいいよね、私的には。うんって思うんだよね。うん、あ、やっぱそっちの方がいいよね、わかる。はい、で、あとどうしよっかな、なんか足りないよね、全体的に足りないんだけど。そうだな、ちょっと待ってね、はい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 、なるほどなるほど。まあそうだよね。あー、かわいいかわいい、これもかわいい。ちょっともうちょっと考える。全然なんかもう、もうすぐで1時間ぐらい経つけど全く進歩がなさすぎんご。ああ、それはそれで可愛い。だから、そうなら、でもこのぐらいの年というか、このぐらいの年の時はもうちょっと違うな。もうちょっとふんわりした方が可愛い。うん、いいね。で、あとどうしようかな。ポサが、もうちょっとポサが欲しいんだけど。そうだな。もうちょっと調べよう。もうクリスマスさ、クリスマスっぽさからちょっとだいぶ遠のいてきてる気がするけど。
うん、まあでもそうだよね、絶対それは。あでもないやつもあるんじゃ、じゃあいいね。いやあるけどさ、大体。あーはいはいはい、そういうのね。でも私はそういうの無理なんだよね。これもね可愛いんだけど難しいんだよね。うん、それもいい。いやでも割とこれもこれでシンプルで可愛いっちゃ可愛いんだよね。そう、うん、でももうちょっとさ、待って、結構シックな感じになっちゃったかな。それはそれでいいか。まあでもそれもいいんだけど、私にその画力はない。すごい作戦会議。いやそれはやっぱない方がいいね。むずくね。そうだね。いやでもそれも可愛いんだけど、私的にはねあんまない方がねいいと思うんですよ。あでもそうだね、ここのあれはもうちょっとあれっぽさあってもいいっすよね。うわっ書けねえそれ。あでもいいんちゃう。これはこれでいいかもね。おっと諦めが見えてきた。でもせめてここは中身も、そう、あとは、うん、一旦これで行ってみるか。なかなか厳しいような気もしなくもないけど、どうしよっかな。まああれとか書けたらいいんだけど難しい。あちょっと諦めないで頑張ります。まあでもいろいろあるんだ、すげえ。あこれいいな、これにしよう。はい、こっから中心に出てるとして、え超かわいいじゃん。やば、待ってね。まあでも土台ができてるからあとは付け足してもありだよね、そういうの。でここら辺から始めよう。でここからこういってこうで、あでもやりすぎちゃうね、ちょっと柄を間違えた。あでもちょい待ち、これちょっともうちょっと袖の感じを、じゃあそうこうですね、はい。で、うん、うんうん、ちゃうな。そんなにむず、さっきうまく描けたのにな。結構まあ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 いいだろう。
はい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 、それはいいとして、で次は、あでもそっか、あなるほどね、理解完結そう今ね、あの頑張ってます。あでもむず、あはいはい、そういうことね、もう完全に理解しました。うん、でもいいんちゃうかな。あでももうちょっとここあれだな、ちょっとあれっす、もうちょっとこんぐらいが望ましい。はい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 、とりあえずまあこんな感じでいいだろう。であとはうん、やっぱもうちょっと欲しいよね。それはそれでありありよりのあり。リボン多めだな今思ったんだけど。でもなー、あでもそれはそれで可愛い。はい、あーでもこれはいらないね、いらないね。じゃあでもどうしようかな。うん、はい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 、はい、いいんじゃないこれで。もうちょっとねきらめき欲しいけどさ、あんまり私も限界っちゅうもんがあるからね。あでもこれかわいいいやでもそっか、あーいやーでもなー、よしこれで書いてみよう。いやまだ完成はしてないです、これからだね。さあ私にできるでしょうか。これはでも今回アナログでもいい気がするけど、一旦デジタルで書いてみよう。カメラはあった、はいはい、チーズ。全然写真撮れなかった。はい、ということでちょっとデジタルに移して書いてみますね。写真選択完了。推奨で、まあここら辺で一緒。はい、んでそうだな、まずキャンバスのそのこれを、はいはい、オッケー。じゃあまず肌の色どうしようかな。まずこれねまあそう、えどんな絵にするかはできた。あでも可愛いんじゃない、いいと思う、いけるいける。あミスった初手ミスる、初手ミスるときつ。人の肌って結構色難しいんですよね。ちょっと誰かの参考にさせてもらおう。
みんなそのぐらいなんだいつも。それにしてもそうだな、ちょっといい、いい色ないかやってみるか。そうだな、でもこれだとちょっと肌色すぎ、あーでも違う、こんぐらいかな私の理想。はい、いきます。はい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 、ま、耳は後でもいいか。うんうんうん、まあいいんじゃないのか。あでもそっか、でちょっと待って、あ、ミスった。まあまあまあいいでしょう、いいでしょう。はい、ネクスト。とりあえずまあ、あ髪の色どうしようかな。この子のイメージはでもやっぱ焦げ茶、それもすっげえ濃い茶色って感じ。髪のイメージ、プラスしてスポイトで色取って、薄っ、そりゃ見えん。この延長線で、はい、もういいだろう。ちなみに最近反転キャラで描いたのは誰描いた？ケロロ軍曹のキャラクターを描きましたね。そう、じゃあそろそろこの子のこれ、いやでも後でいいか、先に髪の毛だ。とりあえずでもそれでいいか。じゃあこれ髪の毛 2.5、 はい、じゃあもう一回これを戻して、でこの子あんま耳出てないからね、こんぐらいで。ミスター3.8なのに、はい、な何の範囲なんかちょっと自分でもよく分かってないんですけど、どんなのが出来上がると思います皆さん、どんな絵が出てくると思います皆さん。あでもどうしよっかな、結局色、なんか本当はそっちの方が絶対私もいいと思うんだけどさ、うん、やっぱそうしよう、クリスマスだもんね。こんぐらい深くしてやろうかな意地悪してるみたい、全然そんなことないんだけど。はいはいはい、なるほどね。
まあちょっとどんな絵なのかは完成してのお楽しみなんですけど、まあ一応クリスマスっぽい絵のつもりで頑張ってはいるよ。そう、なんかね、小さい頃から結構ドレス描くのは好きだったんですよ。いきなりドレスの話になってるけど、あ、でもそっか、ここあれなんだね。いやでもそっか、消しゴム消せばいいし。でもなんかそう、なんかよくわかんないけど、なんかお洋服を考えて描くのは結構好きだったんですよ。そう、まあ今回がどんな絵になるかは楽しみにしてて。さ、自分の予想が当たる方はいらっしゃるかな。このこんな絵が出てきそうだなっていうのに当たる人は果たしているのでしょうか。乞うご期待。そう、なんか私本当デジタルも初心者なんで、なんか普段だったらアナログで描くんですけど、マジデジタル初心者すぎて。ああでもそれだったらもうちょっと色暗い方がいい。いやでもまあいいんじゃない、とりあえずは。はい、でじゃあ一旦これのこれで、あーめっちゃいい。でとりあえず一旦描いとくか。いやもっと暗い方がいい。マジワインレッドぐらいの暗さがいい。その方が私の好みっていうだけ。ああマジで最高じゃん。自画自賛しないとやっていけない。てか絵ってさ、本当に自分マジいいもの描けたと思ったら本当にいいものだから。そうマジで本当にやっぱいかに自分がいいと思うもの描けるかなんですよね。そんな偉そうに語れるほど上手くないんですけどさ。でも本当にマジで本当にいいと思ったものはね、自分でいいって言っていかないとやっていけないから。いやでもこれあの、いやちょっと今のはいただけない。自分の気持ちには正直になろう。そう、何、あー待って超いいじゃん、ヤバすぎんご。じゃあそれであとはこれはそうだな、もっと暗い方がいいんだよね。こっちの方がいいのか。あははは、まあ楽しみにしてて。んでこれはまあこ、いやでもちょっと違う。んこのぐらいかな。あぽい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 。意外とさ、やっぱこっちの方がしっくりくんのかな。そうだな。うわ、どうなんだろう。ちょっとあの人に聞いてみよう。どっかに画像あるはずなんだけど。あったー、いけるかな。あった、ちゃうねん。違う。1項目選んどる。どれよ。間違えて1個項目選んでるみたいですね。はい、どこの誰ですか。いないじゃん、
一番最初の方あなたでしたか。まあ一応入れとくかね。よくわかんないな。よしやめとくか。あでもこれの絵この色でいいんちゃうかな。はい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 。でここの色はこれぐらいにしといて。はい。今は絵を描いてます。いや見たらわかる。いやわからんか。旗から見たらマジ画面何してんのかわかんないですよね。ほんと皆さんいつもありがとうございます、見てくださって。んじゃいきますよ。はい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 。んで、よいしょ。みんなもね、なんかやっぱさ、あ、バッテリーがあと 10% って言われました。ちょっとピンチですね。バッテリーあと 10% なのだいぶピンチじゃない？ちょっとちょっと待ってね。じゃあここはでも、あ、この方が絶対いいね。はいはい、 OKOKはい、最高。あーちょっとずれた。え、最高では？よし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 、はい、消しゴム入ります。はい、よいしょ。でここはもうこうでいいんじゃないかな。はい、でよいしょ。はい、であなたの出番ですね。こんにちは。はい、まだですね。はい、まだ完成はしてないけどだいぶいい感じになってきてる。よし、じゃあよし、でここはあなたここね。あー、ちょっと細かい細かいからちょっとちっちゃくする。まあこれは後で、あ、しよっか。そうだね。よし、であとはここでこうすれば。あ、ミスった。
んで、はいはい、あーすげークリスマスになってきてる気がする。もはや洗脳みたいになってきてるかも。はいで、はいで、これはこの色使ったんでいいかなって思います。賛成。よし、でこれによって一度充電してえな。ミスター何どのぐらいだっけこれ、 2.5 か。ちなみに何の話かというと線の太さの話です。はいはいはい。であとは顔だね。この子、この子はっ、やべ、いいこと考えちゃったかも。よくね。だからこれでもう極限までわからないぐらいにこのぐらいだ。さあ今は充電何パーなんだろうか。ちょっとやりすぎたかな、こっち、こっちからやった方が早いかもしれない。期待がマシマシ。おお、そんなに。あんま、まあ気軽に待ってほしい。なんかどんな、難しいなやっぱ左右のバランスってむずいんだよな。あ、いいじゃん。いや、そうだな。あー、いやでも違うな。ちょ、今ね苦戦してる目で。まあまあまあいいだろう。あ、でもちょっと待って、一応今回はそうだね。あーでもやっぱ目がもったいない。目がな。なんかこれだけ聞いてたらムスカの真似してるじゃんってなっちゃうね。はいはいはい、えんちゃうえんちゃう、オッケーオッケー、合格。あ、ミス。まあいいのか。
いやーそれも可愛いんだけど、やっぱ口はこっちの方が好き。待って、ああそこまで消してる。まあ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 、やり直せばいいだけの話だな。んーで、あとは、あ、そっか、あとは手ね。はい、いい感じです。でもちょっと待ってね。いや、まだいいよ。ちょっとだいぶいい感じになってきた気がする。はい、あ、待って、そっか、はーいっと、失礼します。あとはここだね。ここまで来たら、まあとマジで色塗りするだけですね。長長かった、ここまで長かった。本当やっぱ手はね、むずい、手がむずいわ。私手苦手なんですよね、あの描くのが。そう、本当に難しくて、手結構、手はね本当にあのマジで私の中の課題です。んで、あとは、あ、そっか、ここ描いてないのか。どうしようかな。でもそうだね、だからここからの薄くして、はい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 、一応終わったらツイッターに上げる予定ではいます。そう、終わったら上げる予定ではいます。さあ一体ね、どんなイラストができるのか。さっきからずっとそれしか言ってないんですけど、ここはでもやっぱりそっちの方がいいよね。あ、でもとびきり赤いのがいいな。かわいい、そしたら超かわいい、それは。で、ここら辺かな。よし、あとはじゃあここだけこうしといたら、あとのことは後の私がやってくれる。はい、線までとりあえずできたかな。じゃああとは一旦消してみてみる。あ、かわいいじゃん。え、天才では。調子乗るからやめなさい私が調子乗るから。え、超かわいい、びっくりなんだけど自分でも調子乗っちゃう自分で。じゃあ、あなたたちはちょっとじゃあ消えてもらうわよ。バイバイ。はい、で、あとはじゃあこれで止めて、このぐらいにしといて、あとはここの、あ、ミスったミスったミスった。ちょっと今ちょい修正してる、細かいとこで。あとはここね、ここはここ、ここもここでいいね。あとはやるとこある。あー、ここか、塗ってみないと分かんないね、ここは。はい、やっとね、ちょっと待って、はい、ということでやっと線までできました。長い、長かった。
長かった一日で、一旦今が何パーセント？8%かなら大丈夫だね。はい、それじゃあ今から色塗りに行きたいと思います。長かったここまで長すぎんご。じゃあちょっとまず顔から塗ろうかな。はい、でじゃあほんでしょっぱな、いやでも今回まあまあ傑作な気がする。自分で言うのもあれなんですけど、あでもちょっと待って、そうなかなか頑張った気がする今回。んでよしよしよ、でここら辺塗りつぶしといて、それは小さすぎ。そう、まあ私はね本当絵描くのが楽しくて好きなだけで、なんか超うまいとかでは全くないので、そうリンリンって本当にすごいなと思ってて、あよしこれで OK ね。でこうだね、はいよいしょ。いや本当にリンリンすごいと思いますマジで。そんなの知ってるよっていう方多分いっぱいいらっしゃると思うんですけど、あそうだ先にこれスポイトこれでやっといて、だからここで。はい、OKOK で、戻ってよし、使えるかなあれ、いけそう。じゃあやってみますか。あーもう最高、塗りつぶし機能ってめっちゃ最高だよね。うんマジで早い仕事が早い、塗りつぶし機能って本当に早い。どうしてもやっぱさ、1から塗るのもなかなかきついんですよね。そう1から塗ってたら1時間かかっちゃうから、こういう塗りつぶし機能があるととっても助かるんですよ。目がそう塗りつぶし機能ではだいぶスピード上がるからさ、本当に進み具合が格段に違う。よいしょ、はい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 、であなたも、はい、よいしょ。でここで一旦違う化粧もちゃう、一旦ここでこうなって、なんか結構肌白いな、まあいいか、そういう子もいるよね。んで、はい、よいしょ。で、この子もそうだよね。はい、戻りますよ。あ、いい。はい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 。で、あとはここも。あーでもそっか、あえてそんなになくてもいいかもしれないね。ね、ここら辺まででもいいかもしれない。ここね、はい、で
やでもやっぱさこの状態で書いてもいいよねって感じ。あ、いいねいいね、十分十分。で、あとはここの色濡れてないとこだって、はい、あーまあここはそうだね、まあ一旦やっといて、こっちもペンブラシ、消しゴム、こっちか、ビンゴ。そう、今デジタル作業中です。頑張ってます、とっても。で、あとはそうだな、まあでもいけるか。じゃあそれではまだですけど、ここでこれを投入します。あ、はい、ちょっと線太めでもいいかもしれない。意外とあれかな、こっちもその方がいいのかもしれないね。はい、それでは次はそうだな、この子もっと暗いのにしないと見えない。あ、でもそれはいいか。じゃあ続いてこちらに、あ、はい、じゃ塗りつぶしといくか。ミスったね。いいね、もうマジ塗りつぶし早い、もう作業が早い。よしと、じゃあここも、いや先にここの塗りつぶしを折らせておいてもいいな。ミスった。進む作業めっちゃ進むわ。塗りつぶし最高塗りつぶし機能が良すぎてびっくり。あ、でもそっか、ここのあれだ、欲しいな。ほぼ黒ぐらいでもいいよね、この子。ブラシ、いいかな。あ、いい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 じゃん。で、あとはこの子も塗りつぶし。ミスったね。どこでミス、あ、ここか。じゃあここはブラシで塗っといてと。ちょっと太すぎたね。ここも一応。はい、そしてここでこのブラシでやっといて、いやちょっと待って、はい、であとはこれも消してもう一回ここに戻って、そう今塗り絵してます、塗り塗りしてます。でここは線で描いとくか。
もそんなにあれだね、目立たなくてもいいね。もっとミスター、よし、こんぐらいでいいね。で、そうだな、あとこの子もこれ案件だ。よし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 、はい、あー、いいいいじゃん、マジで。じゃあ、で、それで、あとは、あ、そっか、あとこの子もか。で、塗りつぶし案件、ここは普通に塗る。はい、頑張ってます、すごく頑張ってます、すごく。ところで、じゃあ今の今 6% か、大丈夫だね。さーてと、あとは、そうだね、あとはここの塗りつぶし案件で、なんか色塗り難しい。いきなり色塗りに、色塗りの難しさに困惑する人になった。いや、でもちょっと待って、ここはこうだ。はい、で、あなたも塗りつぶし案件ちゃう。で、あなたも塗りつぶすわよ。よいしょよいしょよいしょ。はい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 。で、この子はどうしようかな。あえて薄い方がこの前は良かった気がするね。あ、ミスター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 、今頑張ってます。なんかさ、こういう時にさ、皆さん結構何もさ、私喋らないからさ、こういう時ってみんななんかそれぞれ作業とかしてるのかな、すごい疑問に思っただけ、それが。でもそんなこれに関してはあんま言うてそこまですることってないよね。これちょっとさ、調整してみて。あー、いや、でもそうだな、こういう時はやっぱ暗い方がいいかもね。うん、って思うわ。マジこれぐらいの暗さでも、ね、あんまり明るく目立つのも嫌だし。あ、いいね、オッケーオッケー。で、あとは、あ、ブラシ、ブラシだよねこれ。あ、ブラシだけど使えない。あ、はいはい、だからか。よしよし、で、これはこれにして、こうやって塗れば万事解決。で、あ、そっか。で、戻って。そうだ。声聞きながら画面ガン見です。マジ？本当？いや、申し訳ないね。なかなかね、本当無言になっちゃうから、こういう時さ。無言で書いちゃうから、ここは、あ、そうそう、どうだったっけ。
こういう時は白い方がいいな。その方が分かりやすいっちゃ分かりやすい。あ、見えやすい。やっぱ暗い時は白い方がいいね。塗り残しが分かるよく。ここも一旦綺麗にして、あとであの色足そう。はい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 。で、あとはあなたね。よし、で、あとは一旦こっちにして、あなた、はい、こうでこうでこうね。はい、OK。まあ、あるのとないのと大違いだからな、これは。で、あとは、あ、そっか、あれだね。どこどこだっけ、あった、これぐらいの。チョイスして、まあ、まあアクセントにな、アクセントもなんもないけど、はい。で、まあここも再開させて、じゃあ行きますか、これで。おお、バッテリーあと 5% です。できた。あの充電できないこともないんですけど、ただあのすごい充電が、あのコードが短すぎてさせないんだよね。そうだからやべえっていう話です。ミスったミスったミスった。ここはもうこれでいいか。で、あとは、はい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 、オッケーオッケー。あ、下もよいしょ。で、あとあなたね。あなたは普通に塗るわ。いやー、いいね。いいもんができそうな時が一番楽しい。そう。で、あと目なんだよね。どうしようかな。あ、違う、手だ。あと塗りつぶし案件。ちゃうねん、ちゃうねん。よしよしよし。さて、あとはここの塗りつぶし案件で塗り残しを塗り塗りしていくぜ。よいしょ。へへへ。こっちは？こっちはそんなないね。完璧。あ、そうだ。じゃあ、
この色で3点この上でいいや。はい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 、あ、ちょっと待って、これ消しゴムで消してやる。ミスター大丈夫、はい、よいしょ、塗ってます、頑張ってます。お絵描きに集中しすぎてちょっと喋るの忘れてた、だいぶ。よいしょ、あ、でもこれはこれで可愛い。よいしょ、で、あとはあなたの塗りつぶして、ミスったね、ちょっと。そしてここはどうしようかなって思ってるんですけど、ほぼ固め、そう、確かにほぼ固めで配信してる、これやばいよね。そう、頑張るんば、頑張ってますマミーが入ってきた、びっくりしたはい、配信中だよマミー、もう出てたけど一応言っとく。ていうか今何時なんだ、もう7時は過ぎてるよね多分。よいしょ、すまんのマミー、今娘は配信中なんや。これもうちょっと目立つ色でもよかったかな。あ、でもちょっと待って、で、あなたの色をこんぐらいにしちゃろ、そしたらもう見える。いやでも、はい、あー、いいですね、えんちゃうの。あと何ができてない、あ、そうか、足だわ。あー、ここもか、一番ちょっと厄介なとこが残ってる厄介なとこが残ってますね。塗りつぶして、塗りつぶして、あとはまああなたたちね、あなたたち塗った方が早い気がします。じゃあ塗ります。もうちょっと太くない方がいいね。まあ塗りつぶせるとか塗りつぶそう。全然塗りつぶせてない。あ、塗りつぶした方がやっぱ楽。塗りつぶして最高。あ、7時52分？そんなに経ってんの？やばすぎない？絵に集中しすぎじゃない？私。今回も全然喋ってないよ私あ、ちょ、ミス。で、あ、でもそうなのか、これはちょっとこっち案件ですね。はい、 OK。 さあ、ちょっとラストスパートなので、ちょっと作業のあれをあげます。あと 4% ならいける、 4% なら完成できる、私にならできる、 I can do it。 ちょい待ち、はいはいはい、あとはあなたも、他はない？
そういう子いた。で、あとは他は、あなたも一応、あなたもはい、OK。 でもあと目なんだよな。そう、目が一番、あーミスター、むずいんですよね。目が、本当に目が一番の課題です。毎回どうやって塗ってるんだろう自分、私もわからない。一旦これにして、あ、目立つね、目立つわよ奥さん、白いとこが。了解。バッテリーは大丈夫です。あの 4% だから多分いける。ところでこっちのスマホのバッテリーはいくらなんだい配信してる方はいくらなんだい、バッテリー。あ、ミスった。はい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 、よっしゃよっしゃ。あ、バチクソに可愛いじゃねえか。よし、あとは目だな休憩してる。あと目と口か。いや、時間かかったな、まだ終わってないんですけどはい、じゃあ目どうしよっかな。目が本当に一番むずい。一旦塗りつぶそう。塗りつぶしだけでも超可愛いんだけどね、マジで。そう、どうしようかな。あ、でもそれだとやっぱ塗りつぶさない方が可愛い。うん、じゃあ塗りつぶさない方向でいこう。で、あと口だね。その色違うから、この色ちょっと、この色ぐらいで描いてみて。このぐらいの色でやって OK だったら完成になる。あ、ちょっと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 、もうちょっと、もうちょっと、あ、バチクソに可愛いじゃねえかその言葉好きだね。はい、ということで、いやでもちょっと目の、やっぱ目暗いな、もうちょっと明かりが欲しい。明かり、そうだ、じゃあこれでこうして、あ、でもこれでもうちょっと明るい方がいいな。明かりってちょっと、このぐらいの色にして下だけ塗れば可愛い。よいしょ。あと最後の背景の色どうしようかな。これも可愛い。あ、これにしようかな。じゃあでもちょっと違うな。せめていっそこのぐらい。あー、でも違うな。あ、でもこれはいいかな。なるほどね、その手があるか。いいね、じゃあそうしよう。はい、ということで、じゃあ一旦完成ということにいたします。ミスった
ちょっと何がミスったのか別に大したミスではないんですけど、はい、ということでじゃあ一旦完成しました。はい、ということでじゃあ一応保存しとこう。どうしようか。現段階の時点ではこんな感じです。あ、いろいろ見える部屋がはい、ちょっとねこの角度からしかちょっとお見せできないのが申し訳ないんですけど、これがツイッターに上がるときどんな感じになるのかまたお楽しみにということで、首が痛いわはい、ということでじゃあ今日はここら辺で終わりにしたいと思います。じゃあちょっと今あげるね。じゃあランキングを読んでいきますよ。13位から13位忘れた場合さん、12位いたちゃんさん、11位がフランスアディチャさんでいい、ちょっとごめんなさい。で10位がアーティーさん、9位がルイさん、8位がジミーさん、7位キャパさん、6位オニール大佐さん、5位ロミツさん、4位玉国さん、3位夏目さん、2位カラスの川子さん、1位がはやちゃんさんでした。はい、ということでツイッターにね今日中にあげるつもりなので、ちょっとじゃあこちらのイラストがどんな感じになるのかまた楽しみにしていてください。まあ、そんな変わらないとは思うんですけど、楽しみにしていてください。はい、というわけで今日も見てくださってありがとうございました。また明日。おやすみなさい。またねー。